はい、9月2日朝5時の相場解説になります。今日は水曜日ですね。水曜日といえば真ん中もっこり、週の真ん中、水曜日真ん中もっこりですからね。あの夕焼けにゃんにゃんという番組を思い出してしまいました。相場解説の方いきますね。まずはあのデイリーの方見ていきましょう。デイリーの方で注目するべきは一番最後の今形成中のチャートバーですけども、あの陽線でこういう風なのが出てますよね。こういう風なのね。これね、ちょっと迷いに入ってるところかなという風に見てますけども、まだ完成してないんで何とも言えませんけどもね。まあちょっとこう、上に行くのか横に行くのか、下に行くのか、はっきりしない横ばいの状態が続いてます。まあいわゆるレンジという形ですよね。レンジという形をここで引こうかと思いますね。こういう風にね。横ばいになっているというところでございます。ただ、このレンジなんですけども、日足で見ますからね、結構上下幅大きいです。ですんで、エントリーする余地は大いにあります。この、陰線。青いのがありますよね。青いのでも大きく利益取れたと思いますし、この次の赤い線、陽線、これでも利益は取れたと思うんですよ。この陽線は昨日のことですけどね。うん、まだまだ利益取れる余地はありますね。このぐらいのレンジ幅があったら。で、4時間の方を見ていくと、ちょっとこれは閉じて、4時間の方を見ていきますと、はい、これがですね、ドーンと大きなのがありますね。ここにも大きなのがありますね。うん、こういうので取っていければいいんですけどもね。で、今日4時間で見ていくのは、ボラティリティが、どういう風になってるかなと。こう今、下から上に来て、その半分ぐらいまで戻しましたよね。その次なんですけども、半分ぐらいまで戻した、その次に半分ぐらいまで戻しました。要するに半分の、これですよ。これの大きなやつの半分がこれ。で、これの半分ぐらいがこれ。その次が今度上に向かってますから、これはね、上目線だっていうような判断ができるんですよ。4時間ね。まあ、ほぼ横ばいなんですけども、上目線です。人によってはこれね、下に行くんじゃないかなって考える方もいると思いますけども、よーく見てください、ここ。ね。これ、二点底なわけですよ。ですから、上昇に向かうことがさらに担保されるわけなんですよ。私はそういうふうに見てますね。で、これを踏まえて、1時間を見ていきましょう。ここまでいいですかね。こういうのが、理解できていれば、と思うんですけどね。で、上目線で、あるってことを1時間でさらに見ることができます。こういうふうにね、高値を切り下げているでしょ？まあ、ヒゲなんですけども、こういうふうにね。で、一旦落ち着いてきて、もう一丁上に上がるんじゃないかなっていうふうなのが、これ予測です。今までの形から見て、これからの形を予測するのがテクニカルですからね。で、そうならなかったらどうするも考えておかなければならないんですよ。ね、ちょっと、赤で書きますけども、こうならずに、こうなったらってことですよ。そうなったらどうするのために、ロスカットラインを設けておくわけなんですよね。いいですかね。ロスカットラインを、ちょっとわからないです。適当に聞きますよ。ロスカットラインをここに設けて、ここをブレイクした時のために、上に、バイでエントリーするみたいな感じですよね。じゃあ、今日はどうするんだってことですけども、今日はその通り、こうしますね。一旦消しますよ。今日はね、どうするかと言いますと、ここをネックラインと私は設定します。ですんで、これから、このチャートバーがどっち向かうのか、いまいち不確定なんですけども、これが、もう何なんだ？ちょっと赤は変わらなくなっちゃいましたね。すいません。これがね、ここを超えたらエントリーです。ここを超えたらね、エントリー。で、ロスカットラインはここです。106円の、そうですね、100あたりですかね。106円の100あたりにロスカットラインを引いて、どこまで行こうかな。とりあえずここか。106円の510も目指すようなバイを入れますね。これが私の今日の仮説です。とりあえず、買いで入れるってことです。それでは、午前中はお稽古がありますんで、私ね、もうちょっとしたら準備して、4、5時間したら準備していきます。で、それまでの間、何回か1時間足を見に来ます。1時間に1回見に来ても、4本ぐらい見れると思いますので、その間に変化があったらまた動画の方で配信しますね。それでは本日は以上です。